予備校あるある。ことあるごとに基礎が大事だと言いがち。これありますよね。結構難しめの問題を出して受験生をこてんぱんにした後に、でもまあ結局基礎が大事だからと受験生を慰めるやつですよね。でもこれ基礎が大事って割と本当なんですよ。っていうのも応用問題は基礎の積み重ねである点。あと受験生で基礎を完璧に入れてない人もたくさんいるので、基礎を入れてるだけで相対的に負けないんですよ。じゃあ基礎が大事って言って、教科書の A 問題みたいな超基本問題を年がら年中解いていても、それはそれでダメだと。っていうのも、基礎をどう積み重ねていくかだったり、まあ、その基礎の本質だったり、そこまでが基礎なんですよね。ということで、数学基礎マシマシを通して、基礎をどうやって勉強していけばいいのか、これを学んでいきましょうね。はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディの河野玄斗です。今回より始まりましたシリーズ、数学基礎マシマシ。このシリーズはですね、毎週月曜日にアップロードしていく予定でして、毎週問題を扱い、その中で基礎をどのようにつけていくのか、それを学んでいくというものです。毎週えりすぐりの問題を1問扱っていくので、必ず野菜マシマシ、ニンニクマシマシ、基礎力マシマシとなっていくと思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは早速やっていきましょう。今回数学基礎マシマシ、記念すべき第1回は背理法の極意です。背理法ですね。はい、問題。タンジェント1度は有理数か。2006年京都大学。これめちゃめちゃキャッチーな問題ですよね。これは結構超有名問題で、まあ、すごく短いことで有名なんですけど、まあ、いろんな基礎を抽出できるので、しっかりと勉強していきましょう。はい、まずタンジェント1度は有理数か。どっちだと思いますか？まあおそらく無理数ですよね。っていうのも、有理数だったら、例えば、まあ、3分の1とか、10分の3とか、そうやって表せるわけですから、タンジェント1とか有理数で表せる。それだったら何かしらの教科書で、ちなみにタンジェント1と何分の何ですみたいな感じで書いてあるはずですよね。でもそんなの見たことないと。まあ、なんとなく感覚的に無理数だろうな、ということは予想がつくわけですよ。ということで、タンジェント1とか無理数であることを示してあげましょう。まず問題となってくるのは、無理数は式で表せないんですよ。っていうのも、無理数の定義って p 分の9と表せないことなんですよね。だから p 分の9と表せないっていうのは式で表せないと。ということはどうすればいいのか。式で表せるようにしたい。まあ数学だから式で表せるようにしたい。っていう思った時にどうすればいいのか。背理法を使うんですよ。背理法を使ってタンジェント1度は有理数だと仮定して矛盾を示すという話なんですよね。だから背理法っていうものは、結局その無理数 p 分の9で表せないっていうところをひっくり返して式で表せるようにするっていう、ひっくり返すことで式で表すっていうもののツールなんですよね。これが背理法で、これを使うことで、まあ、矛盾を示してあげればうまくいくと。ということで、方針。タンジェント1とか有理数であると仮定するわけですね。すなわち、タンジェント1度イコール p 分の9とこれで起きるようになる。で、その場合に矛盾を示してあげるんですよ。ということで、じゃあ、タンジェント1度イコール p 分の9。じゃあ、ここから先どうするか。まあ、まず止まりますよね。っていうのもなぜか。タンジェント1度って何者やねんっていう話なんですよ。はい、これ、復唱してください。皆さんもね、思ってほしいんです。言ってほしいんですよね。タンジェント1度って何者やねんってね。僕も言いました。タンジェント1度って何者やねんってね。もう一回言います。タンジェントは、ということで、ポイントはここにあって、登場人物が何者であるかを明らかにする。ここがすごい重要なんですよ。これ数学の問題を解く上で全てにおいて重要。まあ、特にベクトルの問題とか解いていくと、毎回毎回こういうことを意識しながら解かなきゃいけないんですけど、それはまた別の機会でお話しします。ということで、ポイントは登場人物が何者であるかを明らかにするということですね。つまり、タンジェント1度っていうものを今回扱ってる以上、そのタンジェント1度って何っていうことをしっかりと向き合ってあげなきゃいけないんですよ。じゃ、タンジェント1度って何？なんだっけ？っていうと、タンジェント1度何ですか？コサイン1度分のサイン1度みたいな。タンジェント1度、そもそも定義っていうのが、単位円があって、ここの角度が1度と。その、ここの直線の傾きですよね。じゃあ、この直線の傾き、タンジェント1度っていう定義に基づいて何かがわかるかっていうと、図形的にも解けなさそうだし、じゃあ、コサイン1度分のサイン1度を使うのも、っていうふうに考えて、まあ、いろいろ考えてあげると。そうすると、タンジェント30度、タンジェント45度、タンジェント60度とかだったら、タンジェントの中ではわかるんですよね。ということで、こいつらと結びつけてあげればいいと。つまり、加法定理を使うと関連付けられそうだっていうことですね。つまり、何者かわからんタンジェント1度。まあ一応定義はわかるけれども、じゃあどう扱うかっていうのがわからんタンジェント1度を、わかるやつをもとに
紐付けてあげると、分かるやつに紐付けてあげる。そうすることでタンジェント1度何者かっていうものを明らかにできるんですよね。っていうことが分かればもうあとは簡単で、タンジェント1度イコール P 分の9と仮定する。そうすると今度加法定理を使って順々に、例えばタンジェント2度、これ加法定理でこの1マイナスタンジェント2乗分1度分の2タンジェント1度になると。でこれは有理数同士を加法乗除、足し算引き算掛け算割り算でつなげたものに過ぎないので当然有理数。同じようにタンジェント3度もこのようにタンジェント2プラス1って分ければ1マイナス1枚タンタンタンプラタンっていう風に、まあ語呂合わせあると思うんですけど、こういう形になると。でこれ当然有理数、タンジェント2度もタンジェント1度も有理数なので、その有理数の加法乗除で全部成り立ってるから有理数。同じくタンジェント4度も有理数っていう風にやっていくと、タンジェント n 度、これ n が自然数である限り全て有理数ですよね。米印定義できればっていうのは、 n が90だったり90度だったり、そういう定義できない場合は除くんですけど、定義できるうちは全て有理数だと。っていうことで、じゃあタンジェント n 度全て有理数になるはずである。だけどあれ、タンジェント60度ってルート3無理数じゃないか、ということで矛盾が示せるんですよね。はい、ということでタンジェント1度は P 分の9という最初の仮定が、間違っていたということで無理数であることが示されましたと。こんな感じで証明終了です。一応補足として、配理法で P 分の9を扱う時のパターンとして、どういう矛盾を示すかっていうところにおいて、例えば左辺が有理数で右辺が無理数、今回のパターンですよね。で矛盾だったり、 K の倍数と K の倍数ではないっていうので倍数で否定してあげる。だったり、まあその P と Q、こいつが1以外の公約数を持ってしまう。まあこれルート2とかルート3が無理数であることを示せっていう問題ではよく見る問題ですよね。っていうので矛盾だったり、まあ要はなんかこう有理数、無理数、倍数とか整数と分数とか、まあそういった感じで、こうそういう方向性でうまくいくことが多いっていうのを頭の片隅に入れて式を変形していくとうまくいくことが多いです。はい、ということで今回のまとめ。数学ではどうせなら式で表したいんですよね。P 分の9みたいな形で、 P 分の9ではないんだと式で表せないので、そのツールとして例えば配理法があると、無理数を有理数にする場合、あともう一つ、登場人物全員が何者であるかをしっかり分析する。ここがすごく重要なんですよ。要は問題で扱うやつのうち、よくわかんないのが一体いるだけでもうそこで詰まっちゃうわけですよね。だから一つ一つしっかり分析して、あ、これはこういうものなんだ、これは何者なんだっていうことをしっかりと押さえてあげる。まあこれは例えばベクトルとかではすごく有効な考え方なんですけど、他にも今回の問題で言うと、馴染みのないやつが出てきたら馴染みのあるやつを関連させる。タンジェント1度とタンジェント45度みたいな形で、タンジェント1度分からんけど加法定理を通してタンジェント45度だったり、タンジェント30度、60度だったり、そこら辺とつなげてあげるとうまくいくというわけですね。というわけで今回数学基礎マシマシ第1回配理法の極秘を終えようと思います。まあ来週もね、いい問題を扱っていくので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回。